好きでみんなを見守るのが私の仕事。場所がちょっと特殊なだけだよ。ケビン、終焉の眉が見届けた。彼との一戦に悔いはないよ。鍛錬、料理、読書、ゲーム、睡眠。私の一日は昔とあまり変わらないよ。 明日からお休みだから、メイ先輩が来る前に片付けしなきゃ。うん、ブローニャの一人称が変わったみたい。そういう成長はなれないな。ブローニャのおかげで、地球であったことが全部わかるんだ。 技術は発達してるし、月に来れば、みんなはいつでも私に会えるよ。パパは徒歩で世界一周してるよ。機会があったら、あんたもしてみて。メイ先輩曰く、昔の私みたいにやんちゃ、すごい生徒がいるんだって。時間がかかったけど、 委員長はやっと休んで、<laughs> 人生を楽しめるね。この完璧じゃない物語は今、あんたの望み通りになってるかな